私の心の中について聞きたいと。ですね。普通の人は頭を、まあ、いわゆる意識というものをいつもこう働かせて、いろんなものをこう考えてるんですね。わかります？自分の頭でもこう、例えばお勤めをした時にこう頭の中にいろいろこう思いが巡らされるってわかります？そういう人にはいろんなところに頭が飛んでいますね。はい、あれは意識の働きなんですよ。あの意識の働きが限りなくゼロなんです。僕だから意識、はい、意識はあるんですよ。でも意識はあるけど、でも意識でこういろいろ頭で考えていることが限りなくゼロなんです。っていうことはいつも心が見えるってことなんです。その心が今度はね、限りなく静かなんです。もう水平線をずーっと見てるようにね、波立つことがないんです。本当にね、ドラゴンボールで言ったら精神と時の部屋って知ってます？見たことない。何もない真っ白な部屋なんですよ。その、ま、何もない真っ白な部屋に、何もない、本当に何にもない世界にいるような感じなんです。だから意識の働きってものは、うん、来ないです。なくなったんです。昔はありましたよ。昔はあったけど、今はない。だから意識がこう巡らされる、頭の中でわーっとこう 見えるってこともない。なんか頭で考えてるってこともない。だから肉体があるんだけど、まるで肉体がない状態ってことなんです。でも頭の中で考えるってことは普通にあるんじゃないですか。頭の中で考えると、計算問題とか頭で考えたりしますよ、うん、でもその普通は頭で考えたことがいつもいつまでも余韻として残るじゃないですか、うん、あれがないんです。スーッと消えるんです。あー、美味しいもの食べたら美味しかったな美味しかったな美味しかったなとかね映画を見たら楽しかったな楽しかったな楽しかったなとかね、見てる時は見るんですけど、終わったらサッと消えるんです。余韻が全くないんです。じゃあ上田さんのところの中には何もないですか。そう、何もない世界なんです。僕の中には何もない世界だから、本当に死んだ後の世界なんです。何があるか、何があるかって心、ただ心だけがある。だから、その心が温かい心を起こすと幸せな心になる。それだけなんです。何もないところからどうで温かい心が出てくるんです。それは自分の心だけ、何もないっていうのは、何も心を起こさないと何もない世界なんです、うん、心を起こすと、その心がその世界を占めるんですよ、うん、だから温かい心を起こすと、私の心全体が温かくなるんです、うん、幸せな心になるんです。そんなの自分で意識して起こしてるのか。そう、意識して起こすんです。それはまだ私がいわゆる身についてないからです。温かい心が、
温かい心を起こすと幸せな心になるんです。だから人に施しがしたいんです。人に施しをすると温かい心になるからなんです。その人は温かい心を起こせないんですけども、上さんの場合は起こすことができるんです。できる。だって何もないもん、何も邪魔するものがないじゃん、意識がないから。意識が邪魔をしてね。意識っていうのはこの頭のこの辺の部分がこうごちゃごちゃしていると、その奥にあるのが心なんですね。この心が見えなくなるんです。だから意識の働きがあまりにも強いと寂しいと感じね、心が感じていても寂しいと感じなくなるんです。悲しいって感じていても悲しいと感じなくなるんです。意識が邪魔して見えなくしてるんです。そうそうそう。でこの意識の働きが、ね、そのこの世界がね無常だっていうことが分かると、必ず死んでいくんだっていうことが分かると、これが消えるんです。必ず死んでいくっていうことが分かると消えるんです。だから昔の僧侶とかはね、その心の中の姿が見たいから、だから人里離れた環境に住むんです。そしてなるべく意識の働きを起こさないようにして心の修行に励むんですよ。でもそれは本当の修行じゃないです。本当の修行はこの世界は無常だっていうことが分かれば意識の働きは限りなくゼロになるんです。そんな何を見てもね、もうどこ行っても変わらないんですよ。だから海外旅行に行きたいなんて思わないんです。なぜかというとここと変わらないから。どこ行っても何にも変わらないんです。何にもない世界にいるんです。下の方のところがずっと見えてるわけです。そう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 。でそれがその心が苦しみが完全なくなってるので静かなんです。罪悪を全く作らないから。罪悪を作るとこの心が波立つんです、苦しみによって。でも罪悪がなくなってるから、だからもう限りなく静かなんです。これを寂静とかっていうふうに言うわけですね。静か、寂静の世界にいるんです、心が。だからウキウキすることなんてないんですよ、僕の中に。ワクワクすることもないんです。淡々と毎日が過ぎていくんです。で多分死んでもこの心は変わらないなって思うんです。普通の人はこの意識の働きは肉体の働きだから、だから死ぬと意識の働きがなくなって心の中が見えて一気にざわつくんです。でも生きてる時にこの心が見えてる状態になれば、死んでもこの心のまま死後を迎えるだけなんです。ウニさんが自分の心を見ると寂静なんですけども、私たちっていうのはその下の方の心っていうのは見えていないんですけども、どんな心なんですかね。いやもう本当罪悪によってすごい波立ってるんです、不安によって。
そうそうそう、だから不安に満ちてるんです。だからさっきこうなんていうんですかね、相手にこう上にしてあげるっていうふうにすると、今度自分が苦しくなってくるじゃないですか。その苦しくなるっていうのは心が見えてる状態なんです。その罪悪を減らしていかないと、あの苦しみができないって話ですね、さっきの。はい、そうだから、この意識の働き、無常が本当に分かったら、もう心の問題しかなくなるんですね。だから現実世界で何をするかどうなるかとか、そんなのどうでもよくなるんです。無常が分かった、うん、この全部意識の働きだから、全部心が見えた瞬間、心だけが全ての問題だってなるんです。さっきの禅の話って、何かしていくしかないわけですね。はい、そうです。でこの、その心の状態がよく見えるようになるのが、無常を理解して意識の働きがゼロになるってことなんです。で、僕はその心が限りなく静かな状態にいる。さんはその罪悪の満たされた心から、その弱小の心になるまでにどれくらい時間がかかったか。まあ、10年ぐらいかかりましたね。やっぱり10年ぐらいの時間を見ておかないと。そうですね、本当に分かってから直そうとして10年はかかるっていう。うん、なんか私の場合はもう、どうなんでしょう、一応誰かあるというのは気がついていると言っていいんでしょうか。はい、気がついてはいると思います。あとはそれを解をするとかっていうことによって取り除いて、海外の人たちですね。はい、私もじゃあ弱小の心を目指して頑張りたいと思います、うん、そうですね、弱小になれば死んでもこの心のまま死んでいけると思います。うん、死んだ後に何が待ってたとしても、この心のままいけると思います、うん。だからいつ死んでもいいってなるわけです。なるほど。まだ時間はかかると思いますけど、まあ、ちょっと聞いていて目指すしかないんですね。はい、はい、わかりました。はい。